アホやねん好きやねんは NHK 大阪放送局の総合テレビで放送していた若者向け情報バラエティ番組。略称名はアホ好き。NHK 大阪ではそれまで夕方の時間帯に主婦層を対象とした生活情報中心の番組を放送してきた。これを大きく転換し NHK 全体が若者向け番組を増やした影響もあり、 10代の中学生、高校生にターゲットに絞った番組としてこの番組が開始された。大阪局が夕方に若者向けの帯番組を制作するのは初めてである。番組に寄せられた10代の視聴者からの声をもとに悩み相談などの企画を放送。これをベースにして2007年度に放送されていた Go Go カンポ Pop は 畑関西ポップスの内容も取り入れ、様々なバラエティ企画を日替わりで放送している。バラエティ番組ではあるものの、夕方の地域情報番組という位置づけ上、番組内では2009年度まで NHK ニュースによる中断や気象情報も放送され、番組全体の約3割がこれに当てられていた。なお、関西ローカルの帯ワイド番組が月金曜の週5日制に、 なるのは、もっともっと、関西の初年度である2006年度末、以来1年ぶりである。2010年度、人事異動に伴う司会者交代もあり、全面リニューアルし、番組開始当初から出演している、ジャルジャル、スマイルと金曜レギュラーの神中竹谷、三忍者を除きレギュラー陣を大幅に入れ替えた。全国ニュース、ローカルニュース、気象情報も独立させ、 そのうちニュースは番組開始前に気象情報は番組終了後に放送。これにより放送開始時刻はそれまでより20分繰り下げ、終了時刻も3分繰り上げとなった。また、テレビジョン放送の完全デジタル化が迫っていたこともあり、地上アナログ放送では画角16、9のレターボックス放送に移行した。2012年度は、 直前の関西のニュースを18時台に移動させる形で放送時間を5分繰り上げ拡大する番組は原則として NHK 大阪放送局1階にある BK プラザスタジオからの公開生放送見学する場合は誰でも応募できるというわけではなく事前に NHK ネットクラブに入会の上なおかつ番組限定のファンクラブであるアホ好き ファンクラブにも入会する必要がある2012年までの月木曜日の放送は基本的に先着順自由見学であったがゲストの人気などによりそれを超えるような混雑が予想される場合は整理券を配布し入場を制限する場合があった。なおプラザスタジオはこの番組の開始を機にスタジオ設備がハイビジョン化された。放送中に 番組公式ツイッターに寄せられたつぶやきを画面下部で随時紹介している。2010年7月12日から23日は本来行われる予定だった大相撲名古屋場所の生中継が行われないことが決まったため急遽7月13日にジェロを迎えた公開放送を行った以外は夏の総集編スペシャルを非公開放送で行った。 また2010年度の放送は2011年3月11日で終了することになっていたが放送直前に発生した東日本大震災による葉っぱ前中の緊急災害報道が行われたため3月10日が実質最後となったこの後も災害報道の影響で2011年度の放送が 当初の3月28日から5月23日と2ヶ月近く延期された。2013年4月1日より、有土ネットワークが関西エリアでも放送されることになったため、これに伴って、当番組は週末応援ナビアホ屋年、スキ屋年に解題して、毎週土曜昼前枠の115分番組に変更となった。形式としては、 これまで放送していた、ぐるっと関西を昼前の土曜版で取り上げた、週末の行楽、イベント情報や、全国の気象情報を内包統合したものとなる。これに伴い、土曜朝から昼にかけての関西ローカルの、情報番組である、セア年、朝パラ、見知らぬ、関西新発見、見知らんと競合することになった。2014年度は、10時代は、 前日20時からの番組の再放送枠となり、10時50分からの70分番組に短縮された。ただ自然夜の番組が、東京制作の全国ネット番組の場合は、再放送がなく、当番組は10時5分からの特別版となる。2015年度からは、学校再発見バラエティアホ屋年スキ屋年に解体し、より学校の魅力を再発見し、応援していく内容に、 リニューアルされた。番組タイトルの表記について、2015年度は番組ホームページなどでは番組タイトルのがなくなったが、地上デジタル放送の EPG には引き続き、学校再発見バラエティアホや年好きや年」と表記されている。新聞の番組欄には、学校応援のアホ好き、と表記されている。2016年3月19日で、 放送終了。学生たちと共に作っていくという番組のコンセプトは、4月10日に放送開始した、地元愛情マップみんな好きやねん。に引き継がれ、銀シャリ、向井浩二、大西流星、大抜き人が引き続き出演する。NHK ネットクラブに入会した上で、番組公式ホームページの入会申し込みフォームから入力すると、無料で。 番組内での会員限定アンケートやイベントに参加できたり、BK プラザからの公開生放送、あるいは公開イベントへの参加申し込み招待への応募ができる。2009年度は、従来不定期に増刊号の形式で放送されてきたダイジェスト版を定期放送化し、前週に放送された内容をまとめていた。これは、編成外で深夜に、 増刊号の枠を取りづらくなったことによる。レギュラー、企画週替わり企画レギュラー企画週替わり企画レギュラー、企画日替わり企画本来、この番組は祝日には休止となるが、視聴者サービスの一環として、祝日にも臨時放送されることがある。放送時間が変則であることと、ローカルニュースや気象情報がない以外はほぼ、通常通りの内容。 以下金曜日の見差し替えの番組、ありがとうございます。